中年オタッキーです。今日はね、宝塚北サービスエリアに来てるんですけども、天気が良くないんでね、天気が良くない時は大体、私の場合はねインドアで撮ることになるんですけどね、光がないんでね、今日そんなわけで今日アルファ9000を持ってきてますんでね、ちょっとサービスエリアの中で撮影していこうと思います。機械メンテナンスのため定休日だって。てっきりコロナで休んでるんかと思うんですね。はい、エントランスです。あー、閉めてるぞ。いつも開いてるのにな。もしかしたらお客さんが少ないから閉めてるのかな。結構ね、おしゃれなカフェとかがある。あ、しっかり人いるね。少ないことは少ないけど。光ないな。パン屋さん休んでるやん。オートフォーカスがあると便利やね。結構ね、ここね、手塚治虫の出身地ということで、こういうものがいろいろあるんですね。これね、等身大の、リボンの騎士ですね。サファイアですね。この鉄の跡もね、やっぱよく写真を撮ってますよね。これ、アルファ9000は巻き上げが手動なのか。こういう時痛いな。パン屋さんが閉まってるのは痛かった。被写体がね、パンだったんだよね、今日はね。残念。何撮ろうかな。撮るものが狙ってたものが閉まってた。痛いな。はい、そんなわけでね、早速、まあ、Vlog のね、動画を作りましたけど、まあ、軽いっていいんですね。でね、今撮影してるんですけどね、これね、100均のスマホ用の三脚に立ててます。もう、まあ、EOS KISS M ね、恐ろしい軽さでね、まあ、これちょっと重宝しそうですね。ピントもね、バッチリ合いますしね。よっ。近すぎるか。おい。こんな感じでね。いや、こんな感じですね。なんか、あれ、ゆっくり合うようなセッティングにしてやるらしいですね。あんまりビュンビュン、その、ピントが変わると、その、気持ち悪くなる場面があるということでね、ゆっくりピントが合うような、設定になってる。こんな感じね。うん。まあ、これからね、この機材、キャノン EOS KISS M でね、動画を撮っていくことになります。まあ、いろんな場面で軽さっていうのはね、無理ですね。まあ、前置きがめちゃくちゃに長くなりましたが、今日はこのカメラで撮影してきました。これ正反対の、ニコン F4 ですね。もう恐ろしく重たいカメラ。顔が認識されたら、顔の方に合っちゃうのか。ね、こんなカメラでね、ローライレトロ、80S っていうフィルムでね、撮ってきました。これまあ、いつも名前が出てきますけど、ドリームロコモーティブ様から提供された、フィルムになるんですけどね、本当にありがとうございます。で、かなりね、独特な写りをするフィルム、ということでね、ちょっと面白いかなと思います。はい、それでは動画スタートしていきます。
はい、このローライナー 80S なんですけどもね、まあ、フィルムベースが完全にクリア、透明のフィルムでして、まあ、スキャナーとの相性がいいということをね、ロモグラフィーさんのサイトの方で歌ってあります。現状ね、その、なかなかその、引き伸ばし機からダイレクトでプリントするって人はもうかなり少数派になってきてると思うので、そういう意味ではね、かなり美味しいフィルムじゃないかと思いますね。結構いい感じに出ますね。スキャンして僕もびっくりしたんですけど、なかなかいい感じに出ます。で、フィルム自体はね、近赤外線フィルムということですね。これあの、カワウソ商店さんのホームページに載っておるんですけどもね、使用上の注意、波長感度が760ナノミリ対応で近赤外域感度のフィルムです。そのためとても観光しやすいフィルムですので、カメラへの装填及び取り出しは必ず薄暗いところで行ってください。また使用の前後には必ずフィルムの同梱の暗い黒いのプラスチックケースに入れて遮光するようにしてくださいということですね。カワウソ商店さんの方ではね、3本パックで売ってますね。3本パックで2520円ということですね。ちょっと送料はわからないんですけどもね。多分これ相当安いと思います。楽天かなんかで990円1本、さらに、送料550円とか書いてあったんで、カワウソ商店さんで買うのがとりあえずおすすめかな。他はちょっとわからないですけどね。製造がね、ベルギーですね。ベルギーで製造されていることです。有効期限203年4月以降、これ間違ってるな。普通郵便で発送すると書いてありますね。で、結構現像時間が長めです。このカワウソ商店さんの方にも書いてありますが、コダック D76 の現役でね、20度11分ということで、通常のフィルム、100とか400のフィルムだとね、D76 現役だとだいたい20度の7分ぐらいなんですね。かなり現像時間長くなっております。で、今回私の、現像環境はね、相変わらずもね、スーパープロドール、富士スーパープロドール 50% 希釈の、気温がね、23度でね、現像時間は8分45秒、やりました。で、まぁ、大体こんな感じかなっていうね、仕上がりになってますね。まぁ、スーパープロドールをね、ご使用の方はね、参考にしてください。僕のね、視聴者の方で、現像を始めた人はね、SPD でね、現像してる方が、まぁ、僕が使っててデータがあるっていうこともあってね、多いとは思うんですけどもね、結構いい感じで上がります。で、まぁ、使ったカメラなんですけど、ニコン F4S ですね。これね、高川様からいただいたカメラ、レンズもその時、いただいた、24-50mm F3.3 から4.5、かなりね、いい感じのね、レンズですね。これ一応は普及レンズになるんでしょうけどね、非常にいい感じに映ります。で、まあ、基本的には、絞り優先オートで撮ってきました。でね、作例、ちょっと今日はね、かなり長めになっていきますが、作例を紹介していこうと思います。作例なんですけどね、このようにね、かなりハイコントラストに出ますね。これ適正露出で撮っております。まあ、おすすめ感度ですね。言うたらオートなんでね。でね、まあ、これは逆光になっておりまして、ちょっとね、柔らかい調子になっておりますが、まあ、全体的にね、ハイコントラストに仕上がると思う。これはね、曇りだったんです。光が出なかったんで、こんな感じになりますけど、まあ、これを見たらわかりますけど、非常に黒白はっきり出ますね。流浄感はね、まあ、80ということもありまして、非常に少ないものになってます。これ、全然平行が出なかったら失敗写真だな、これ。で、この写真もそうですがね、黒いところは黒がしっかり出る。まあ、結構ね、この手の写りはね、好みの方が多いんじゃないかなと思いますけど、これね、この2枚はちょっと露出を変えて撮ってますけどね、あんまり変わってないな、これはね。で、まあ、このように黒がしっかり出る写真は本当にいい感じで出ますし、解像度もね、このように、バリバリに出ます。流浄感本当に少ないと思いますね。うん、いいフィルムですね、これね。特にその、光と、影がしっかり、あるようなとこがおすすめになるかな。これはちょっとわざとアンダーで撮ったんですけどね。このフィルムわざとアンダーで撮って黒を出すっていうのも全然ありですね。これなんかもうバリバリのね、ハイコントラストで出てますね。これもそうですけども、とにかく黒と白が
はっきりと出るフィルムになってます。まあ赤外フィルムにね、ちょっと近い性格を持っているのかな。赤外フィルムはいろいろと処理がめんどくさいんで、ある意味そういう意味では相当美味しいフィルムになるんじゃないかな。3本セットでね、カワソ商店さんだったら2520円ということで、価格も高くないですし、これ室内でも撮って、インドアでも撮ってますけど、別にね、その赤外フィルムとか、近赤外とか言ってますけど、インドアでもこんな感じで普通に撮れます。で、やはりね、インドアのこの光がないところでもしっかりコントラストが高く出てますね。で、これはね、あの、ライトの方に、露出を合わせてますけど、なんか印象深いような、感じの写真になりました。まあ、こんな感じなんですけどね、まあ、いいフィルムっていうかね、現像するときのね、巻きはちょっとやりにくいです。若干ね、フィルムベースが薄いですね。で、以前自家現像でね、紹介したタンク、あれは順送り式のね、リルなんで、あれだとちょっと巻きにくいかもしれません。結局あれで巻いたんですけど、フルにね、ラチェットを回せなくて、ちょっとずつ送りました。ほんのちょっとずつ送って、まあ、なんとかなったかなって感じのね、になってました。でね、このフィルムなんですけど、露出をね、変えて遊び方が非常に面白いと思いました。多分そうだろうと思ってね、わざとね、露出を変えたカットをね、結構撮ったんですよ。で、紹介していきますけどね、これ1枚目が普通の露出で、で、2枚目がアンダーで撮ってるんですね。これグッとね、引き締まっていい感じになってるのわかりますかね。これが1枚目が、標準露出ですね。で、2枚目がちょっとね、濃くなった感じですね。黒が締まった感じになります。これも続きまして、これさっき逆光って紹介した写真なんですけども、これもちょっと絞ったらこんな感じになるんです。これ1段ぐらい絞ってるんですけど、なかなかね、黒が出る、ということで、それを活かす、撮り方としてはね、まあ、ちょっとアンダー目で撮って、いくのもいいんでしょうけど、最初の一本はあまり冒険せずに、現像のデータもちょっと乏しいんでね、その辺は、ちょっと考えて撮るのがいいと思います。で、現像屋さんに出したらおそらくね、D7611分っていう仕上げで上がってくると思うんですけどもね。まあ、ローライレトロっていう変わったフィルムなんで、一遍ね、ちゃんと現像できるかどうかっていうのはね、問い合わせた方がいいかもしれないですね。自家現像してない人ね。ラボ出しする人はね。こんな感じで、ね、でもすごく印象的な写真撮りやすいと思います。で、露出をね、いじってね、黒を出したりね、柔らかくしたりとね、コントロールがしやすいフィルムだと思いますんで、で、さらにスキャナーとの相性がいいということでね、これ非常に遊べるフィルムとなりますし、カワソ商店さんの価格も高くないということで、これは面白いフィルムなんじゃないかな。自家現像の人はね、フィルムベースが薄いということで、そこだけちょっと注意が必要かな。で、データはね、しっかり取って、今後につなげていきましょうということで、僕のね、SPD のデータ、まあおそらくね、D76 と同じだと思うんですよ。20度で11分だから、23度だからな、8分30秒ぐらいか。でもいや、8分30秒だったらちょっと短いかもしれないから15秒プラスしようみたいな、そんなノリで現像したんですけど、まあ今回ね、狙った通りのね、現像になりました。相変わらず冴えてる。そんな感じです。フィルム提供していただいたドリームログモーションさん、本当にありがとうございます。まあ、カメラを提供したってね、くださった高川さんも非常にね、露出が安定してるということでね、いいカメラで撮るのはやっぱりいいですね。はい、今日の動画はこんな感じ。ここから先はね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね、ヘボさんからの作品投稿ですね。いつも動画の編集お仕事お疲れ様です。先日紹介してもらったペン E3 の画像が上がってきたので、一緒に出来上がってきたニコ FE の画像とともに投稿します。巻き上げて構えて構図を決めてシャッターを切る、ただそれだけしかできないペン。
本当に面白いですね。若い子たちが映るんですで楽しんでいるのが納得できました。今 EES2 にフィルム入れて撮ってますが、 EE3、EE2 も同じの方がより楽しめますね。確かにそうですね。 FE の画像はこのコロナ禍で今のご時世ならではの一枚かだと思って撮りました。やはりさすがニッコルですね。ということなんですけど、作品2枚、1枚目がですね、タイトルがコロナ怖えってことですね。カメラニコン FE、 レンズニッコール ニッコール 35mmF2.8、AI 改造ですね。で、フィルムが富士 C200 ですね。で、2枚目がね、隠れ家、カメラオリンパスペン EE3、レンズが随行 35mmF3.5、 フィルムが富士記録用の100ということですね。で、写真なんですけどもね、コロナ怖えということでね、これね、狛犬がマスクをしてる。もう最近はこれが日常的な景色になっちゃいましたけどね、なんでもかんでもマスクつけてるんですよね。2枚目なんですけどね、これね、街角スナップということで、もうね、こういう写真ペンで撮ると最高に気分出るんですよね。隠れ家ということで、これちょっとクローズになってますけど、行ってみたいですね、この店ね。喫茶店かなんかかな。エンジンオイルのね、ドラム缶がドーンと置いてあるのが何とも言えないところでありますが、ヘボさんさん、ありがとうございます。次はね、トゴリンさんでいいのかな？トゴリンさん、初投稿かな？はじめまして、トゴリンと申します。40代、東京都在住。1年くらい前からずっと拝見してたんですが、初投稿です。私とフィルムカメラの出会いは1年前に父からペンタックス MV1 をもらったのがきっかけです。もらったカメラは調子が悪く、いろいろと調べていたら中年オタッキーさんの動画に出会いました。MV1 は結局は直せませんでしたが、ジャンクカメラにはまることになってしまいました。現像もオタッキーさんの動画で学び、自家現像できるまでとなりました。やりますね。長巻きのフィルムを B&H で購入も動画から学びました。感謝感謝です。いや、ここまでね、実行していただいてありがとうございます。動画作成妙理に尽きるという感じかな。初トークはヤシカエレクトロ35ゴールドメカニカをジャンクで購入、350円と500円をニコイチにして撮影しましたということですね。ニコイチまで行くか。写真のタイトル、コロナ禍の有楽町。撮影機材、ヤシカエレクトロ35ゴールドメカニカ、フィルム、富士フィルムアクロス2、自家現像、パーセプトール、マニアックだな。パーセプトール 50%、希釈、13分ということですね。で、写真なんですけど、これね、有楽町のね、これ、お店閉まってるお店かな？いや、違うわ。なんか人が歩いてる？ん？人が歩いてるように見え、これなんだ？これどうなってるんだ？これ向こう側の車、看板か？いや、これ不思議、すごい不思議な写真になってますね。どうやって撮ったんだろう、よくわからない。これ階段がすごく遠くになって、手前のショーウィンドウには一般道路走ってる車があって、よくわからない。この写真よくある。超不思議ですね、これ。どうやって撮ったのか教えてください。はい、トーリーさんありがとうございます。初投稿でしたね。ありがとうございます。次がね、ココさんですね。ココさんからの投稿になります。本文、中南オタキさん、こんにちは。仕事が忙しく写真を撮りに行く時間がなかったのですが、連休を利用してまともな写真が撮れたので作品投稿させていただきます。前回は少し露出アンダーだというアドバイスをいただいたので、露出を意識して撮影してみました。1枚目は題名、新緑、カメラゾルキー4、レンズジュピター8 50mmF2、フィルムはロモグラフィー CN400、2枚目は題名、光差す場所、カメラレンズフィルムは1枚目と同じです。アドバイスいただけると幸いですということでね、1枚目なんですけど、今度は若干オーバーですけどね、このぐらいオーバーの方がネガはいい結果になるというのがよくわかると思います。かなりね、その、サイドが上がってね、綺麗な写真になるんですね。で、2枚目なんですけど、これはもうたまんない写真になってますね。タイトル画面確定です。この光差す場所ということでね、この、なんていうんですか、古風なね、蛇口とね、その光、木漏れ日のような光がね、見事になっておりますんで、お見事。はい、ココさんありがとうございます。ちょっとディフェンディングチャンピオン1回で終わってしまいました。申し訳ありません。
次がね、小寺さんの作品で2枚かな。中年おたき様、フィルムがなくならないことを祈りつつ、少しでもフィルムを、使い続けたいと思います。2枚組です。タイトルは白い藤棚ということで、フィルムコダックゴールド200、ニコン F2 フォトミック AS、SIS ニッコール 50mm、1.4 ですね。仕上げは北村の1本550円の CD 仕上げの JPEG からということですね。で、写真なんですけど、これ白い富士、非常に美しく写っておりますね。ニコンのね、解像度をね、非常に活かしたいい写真だと思いますね。光もたっぷりあります。特に2枚目がいいですね。これね、もうあの真ん中の富士の棚、ものすごい解像度で写ってるのがお分かりいただけるかな。ちょっとね、動画だと縦構図になってしまってちっちゃくなるんでね、まあちょっとそのもったいない気がしますが、縦構図の写真はどうしてもちっちゃく表示されてしまいます。すいません。小寺さんありがとうございます。次は一都市九さんの作品ですね。1枚目がね、田植え、2枚目が新緑っていう、カメラどちらもニコン EM。1枚目がね、AI180mmF2.8S。2枚目がね、E3672、E36-72F3.5。どちらもフィルムはアクロス2になっております。で、1枚目なんですけどもね、これ望遠レンズで撮られていることですが、非常にいい解像度で撮られてますね。僕だったらもっとトリミングするかな。うん。こんな感じで。ピント合え。こんな感じでトリミングすると思います。こんな感じでするとね、前広がりになって非常にいい感じになるんじゃないかな。でもまあ、こう、後ろのね、ご老人が映ってるのもいいかもしんないな。まあまあね、見どころが多い写真になってますね。2枚目なんですけど、2枚目はもうね、新緑ということなんですけどもね、シャドウ部になってて向こうが飛んでる感じになるんですね。まあ、これもこれでいいんですけど、できれば葉っぱに光が当たってる方が良かったかな。で、向こうが暗い方が良かった。難しい。あ、向こうが暗いと難しいな。難しいな。まあ、新緑ということで、もっと拡大して撮っても面白かったかな。うん。こんな感じね。はい。こんな感じですけど。まあ、そんな感じでありますが、一都地球さんありがとうございます。今日はここまでかな。そうですね。5名ということで、ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、ペプさんの俺のカメラですね。中年オタッキーさん、こんにちは。ペプと申します。いつも楽しく動画を拝見いたしております。俺のカメラのコーナーに投稿させてください。写真はゼンザブロニカ EC です。いいな、欲しいっすよ。アイレンファインダーをつけているんですが、重くてミラーショックが大きいので、手持ちでガッチリ固定するためにピストルグリップにエアガン用のストックとハンドルグリップを無理やりつけました。写真を撮るときは銃で狙うようなスタイルでカメラを構えます。短めの一脚としても使えます。最近はリバーサルフィルムも使っているのですが、最高に美しく撮れて気に入ってます。難点はでかくて重いのと、このカメラで写真を撮っているとカメラの写真を撮らせてくれと言われることです。撮影はアルファ 7C、スーパータクマ 55mmF1.8 ということですね。これ凄まじい、カメラですね。これうん、確かにこれは撮りたいって言われるよね。まあ、ゼンザブロニカね、ゼンザブローさんのブロニーのカメラっていうね、ゼンザブロニカっていう名前なんですけどね、非常にね、フォーマットが大きいので、いい写真が撮れてるのと、あとニコルのレンズも使えるということでね、まあ、すごいいいカメラになってるんですよね。羨ましいな。ゼンザブロニカね、なかなか程度のいいのね、入んないんですよね。まあ、今日の俺のカメラのコーナーはここまで。俺のカメラね、紹介しきりましたので、また投稿をよろしくお願いします。次はね、やったやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナー、今日はね、まあ、ドリームロコモーティブさん、いつもお世話になっておりますの、やったやっちまったコーナー、今日は、やっちまったかな、やったーかな、やったーですね。お疲れ様です。
いつも楽しく拝見しております。今回もやったやっちまったへの投稿でやったです。買い物ついでに近所のハードオフのジャンコーナーに行くと550円のミノルタアルファ507S は安い。発見。グリップは経年劣化で剥がれ落ちていましたが、比較的状態も良さそうだったので、電池を入れて動作確認してみると問題なく完全動作。早速購入し、グリップはダイソーで売っていたパテを盛り、肉付けをして針が、ああ、なるほど。針側を、その肉付けして針側をつけて仕上げました。フィルムの A シリーズはジャンクで手に入れた α3XI だけだ、でしたが、シャッターフィーリングは α507SI の方が断然良いので、これから撮影に使うのが楽しみですっていうことですね。ね、このアフラ 507SI、僕もね、いただき物で持ってますけど、本当にレスポンスよく撮れるんですね。非常にね、気持ちよく撮れます。僕はね、100均のセリアで買ったちょっと分厚い顔をね、うまいこと切ってね、グリップのところに貼り付けておりますが、パテ埋めして成形して薄い皮を貼るっていうのも、まあ、ありなんですね。うん、なかなか勉強になります。ドリームロコモーティさん、ありがとうございます。ここからはね、教えてオタッキーのコーナーになります。はい、教えてオタッキーさんのコーナーですね。今日はね、ジョージさんからの、教えてオタッキーですね。教えてオタッキーさんのコーナー、に投稿します。いつも動画楽しませてもらっています。ありがとうございます。今回のテーマはズバリ、オタッキーさん 28mm のレンズの撮り方を教えてくださいです。私は広角域の画角が苦手です。リコーの GR シリーズなど、スナップ写真界隈の御用達の画角といえば 28mm が定番となっていると思いますが、この 28mm というのが私はとても苦手です。28mm よりさらに広角なら扱えるかというとそうではないです。上がりを見ると何を撮ってるの？何を見てるの？といった感じで主題不明な写真になりがちです。さらに2、3歩寄って主題を大きく、かつ背景を入れて状況説明をとおっしゃろうとしてますよね。どの写真の教科書にもそのように言ってますが、ちょっと待ってください。私には2つ問題があるように感じます。そんなに被写体に寄れるもんですか？教科書にあるような接近の仕方をスナップの頻度でなんて到底無理だと感じます。そんなの警察に捕まっても構わないと思っていないとできません。2番目、シャッターチャンスと感じる場面って28mm の画角で大きく映るような接近した距離感で起こってますかっていうことです。私たちはシャッターチャンスに感じる瞬間や場面ってもっと引き寄せたいなと思うような、遠めの距離感のことが多いと感じます。というわけで長々と悩みを書きましたが、すなわちおたきさん 28mm どう使いますか？使い方やよろしければ作例など紹介していただければめちゃめちゃありがたいです。どうかよろしくお願いしますということなんですけどね。28mm のね、レンズのね、動画以前から2本作ってます。キャノンのね、 FT でね、FL レンズで撮った、やつと、あと OM2 でね、28mm ロックホール、で撮った、動画を上げてますがね、僕 28mm そんなに上手じゃないです。広角域は若干苦手ですね。確かにね、望遠ズームで撮った方がシャッターチャンスに強いんですね。 28mm というね、画角からするとね、もう非常にね、足を使って写真を撮ることになります。はい、で、というわけでね、はい、アルファ7の登場ですね。アルファ7、動画機としてはちょっともう落第しちゃった、アルファ7でありますが、ピントが合わない。顔が入るとピントが合わない。これね、キャノンのね、FL28mm、F3.5 だったかな、を搭載しました。マウントアダプターでね。今回ちょっと、まあ、フィルムでも今撮ってるんですけど、1本撮ってますが、とりあえず動画を上げようと思ってね、ちょっと作ってきたんですよ。でね、作例をね、紹介しながら説明していきますね。はい、1枚目から。これはちょっと見上げる構図でね、標識を被写体にしました。このようにね、これは花ですけど、これ全部 28mm、取っ手出しです。もうトリミングも何にもなし。被写体をね、しっかり確定して、その被写体がね、画面にね、占める面積を大きくするのもポイントですが、このように広がりのある風景を撮っても全然いいと思います。まあ
何を被写体にするかですね。これはね、あの地面に埋まってるタイヤを被写体にしましたが、これは広がりのある写真ですね。28ミリということでね、24ミリに比べると、そこまで広がり効果は期待できないんです。これはね、錠前の鍵をね、取りましたがね、このようにね、そのメインの被写体にギリギリまで寄るぐらいの勢いで、足を使う、ということです。これは地面にね、生えてる草をね、取ったんですけどね、これ 5.6、全部絞り 5.6 で撮ってます。今回ちょっと被写界深度浅めにしようと思って、円形は違いますけどね、この近径はね、全部 5.6 と出ました。5.6 でね、F5.6 でここまでボケるんですよ。まあ、以前ね、35ミリのレンズで撮った、ペンタックスのね、SP で撮った、時も言いましたけどね、結構広角域でも寄ればボケるし、で、単焦点の広角域で、絞り 5.6 から8で、まあ、撮るとね、まあ、単焦点なんで解像度も高いと。で、ピントがあったところにはしっかり、改造して、まあ、円形は比較的ボケると。で、メインの被写体ギリギリによって、背景をその、奥広がりにすることによって、メインの被写体がさらに浮き上がるんですね。で、背景ボケもしますしね。で、このレンズの場合はね、最短撮影距離45センチだったかな。40センチだ。40センチまで寄れます。で、これオールドレンズでここまで寄れるんで、現代のレンズだとさらに寄れて25センチぐらいまで寄れると思います。めちゃくちゃに寄れます。レンズとしては寄れます。ただね、その動く被写体に寄るっていうのはちょっと厳しいと思いますね。僕は28ミリは、まあ、物撮りにしか使ってないですね、ほとんど。まあ、自分とこの子供を撮るとかね、そういうのはね、たまにやりますけど、まあ基本的にね、そのあんまり動かない場面でしか使ってないですね。まあちょっと苦手ということもありまして。で、これね、ちょっと継続していこうかな。広角。印象的な写真の撮り方シリーズしばらくやってないので、広角スナップっていうのをね、ちょっと頑張ってやってみようかなと思いますが、果たしてね、その企画が成立するかどうか。時間がないんでね。そんな感じで今日の動画を終わっていきます。いかがだったでしょうか。ちょっと長い動画になりましたね、今日ね。EOS KISS M でね、今日初撮影しておりますが、とりあえずね、内蔵マイクで撮ってるんですね。内蔵マイクがどんな感じか知りたいので、ぶっちゃけた話ね、これ、動画編集アプリで編集して、で、アップロードしてね、YouTube からダウンロードできるようになるまでね、音質わかんないんですよね。間がどんどん入るんでね、音質がちょっとずつ変わっていくんで、結果がね、出るまでが、その動画になんなきゃわかんないと、YouTube から見れるようにならなきゃわかんないんでね、もうほんと出たとこ勝負なんですけど、まあ、前回のね、その α7 はまあまあの音だったんですけど、なぜ良くなったのかがわかんないんですよね。で、α7 の場合はピントはもう落第点でしたね。前回、ピントがあったのはね、これなんですよ。背景をね、完全にね、黒にしたからピントがあったみたいです。α7 ね。だからね、この状態にするとね、もうピントが合わないみたいですね。でも背景をね、まあ、今日は真っ暗ですけど、明かりとかあったらね、より綺麗に見えると思うんでね、もうこれからもね、EOS KISS M で撮っていこうと思います。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとコメントの方ね、全然追いついておりませんが、頑張って返していきますんでね、コメントどんどんお願いしますね。遠慮せずに。ちょっと一週間くらいかかってますけど、返信にね。でね、高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、高評価よろしくお願いします。で、まあね、チャンネル登録の方、相変わらず結構な勢いでね、今増えていってますけどね、どんどん増やしていこうと思ってますんで、まだチャンネル登録されてない方は、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、で、今日の動画はこの辺でということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それではまたごきげんよう。さよなら。